おはようございます。何これ、体験リーダー兼バイト赤木、なんだこれ。この人僕と同じような立場なのかな。ちょっと気になるんで一回電話してみようと思います。はい、もしもし、赤木です。すいません、お疲れ様です。パンちゃんです。おはようございます。おはようございます。ちょっと気になったことがあったんで一回電話したんですけど。どうしました？あの、体験リーダー兼バイトって書いてあるんですけど、はい、あの主にどういう仕事してるんですか？業者の内容みたいな、業種内容みたいな。じゃあちょっとこのままスピーカーにしていいですか？はい、大丈夫です。社長、パンちゃんから電話がありまして、この体験リーダー兼バイトって何するんですかっていうのをちょっとスピーカーにします。今、はい、お願いします、はい、どうぞ。はいはい、体験リーダー兼バイトですか？はい、一応僕も9055で、あの、うん、契約社員兼バイトリーダーをあの引き受けてるので、どういう差があるのかなと思って連絡確認しようと思って今電話しました。あー、なるほどね。はい、主な業務内容みたいなの、その赤木さんの業務内容聞ければなと思って電話してます。業務内容は今後追加していくかもしれんな、はい、あ、じゃああまり決まってないってことですか？世の中もちろん決まってますよ。基本あのマメアンさんのパシリです、うん、なるほど、はい、まあ、あの体験リーダーなんで、体験が入ってた時はもう体験を連れて、お任せするわな、指導ですね。いや、パンちゃん、基本マメアンさんのパシリです どっちですか、そのまあ、まあ、はい、剣パシリです。あ、剣パシリ、そうそうそう。あ、じゃあ変えときますわ、枯れないように。あ、分かりにくいんでちなみにパシリの割合の方が多いってことですか、現状は、赤木さんの中で。あ、そうですね、7割ぐらいパシリです。じゃあもうパシリだいぶそうやね。じゃあ豆やんのパシリ兼体験リーダーバイトやね。あ、じゃあ変えときます。はい、そうやね、ちょっとまあ気になったんで。パンちゃんは何してんの、どういう感じのことしてんの？あ、僕もなんか似たような感じですね。体験が誰からパシリなの？はい、まあ体験が来た時にあの体験に積極的に教えるっていうのと、あの上田さんがいない、あの上田さんが店番したくない時にあの電話で呼ばれて店番させられるって感じなんで。パシリだ。だからちょっとまあ似たような感じかなと思ったので、一応連絡で、パシリじゃん、はい、いらっしゃいませ、確認しとこうかなと思って電話しました。あ、じゃあわ、じゃあほぼほぼ業種あれですね、業務内容は同じだったんで、ありがとうございます、確認できてよかったです。それではなんか声聞こえなくなったんで、フリルちゃんは、フリルちゃんね、30分後ぐらいに来るって言ってた。あら、オッケー。うん、もしかしたらなんか来ないかも、あの雰囲気。え、そんなことある？もうどうしたらいいの、エルナ。いや、もうそれ社会不適合者だから。普通に。パンちゃんは適合者じゃないから。いや、そうね。じゃない人が、そう、じゃない人がそんなこと言っても。あのね、そのなんか一応30分後ぐらいって言ってたけど、はい、なんかあの天草と一緒になんか違うバイトしに行きそうだからね。いや、もうそれ来ないね。いや、もうそれ不適、いや、やっぱ不適合じゃん。早茶はたらしだから、ちょっとすぐ行っちゃうから。そうそうそう、しょがりのパチオって言われたけど、どの口がって言ってた。しょがりじゃない、いや、しょがり、早茶ほどそがりはいないよ。確かに、本当に、まあ、あーちゃんは早いよ、手出すの。パンポポちゃんも連れてたよ。いやー、すごいよ。やばい、あいつやっぱ出るとこ出る男だな。しょがりすぎるだろ。あいつはすごいよ。まあでも初心者はね、かまってあげる人がいないと、うん、結構それはそれでね。かまってあげるよ、かまってあげる。なあ、いくらでもかまってあげるのに、その危ない。9055と33クラブで。あ、でもタンポポちゃん9055で働くって言ってたよ、今日働けたらみたいな。あ、そうなの？うん、まあ、パンちゃんがあれしたんじゃない、ないの？あ、そうですよ。タンポポは違うんじゃない？あ、そうなの？そうなんかい。また独断と偏見で。何独断と偏見って。え、上田さん知ってる？私わかんない。それわかんないって言ってる時点で知らないじゃん。知らないじゃん、わかんないの時点で。パンちゃんがだって撮ってるんでしょ。決めてるやん。いや、お前ね、僕が決めていいって言われたから。だって僕今日昇級、昇格したからね、そもそも9055の地位。どういうこと？終わりだ、9055。終わった、これ。僕ボスメニュー、バイトリーダーなんだよね。バイトリーダー、ボスメニュー見れるようになった。バイトリーダーやないやん。で、雇えるようになった人。終わってる。終わってない。終わってるよ。終わってるだろ。終わってない。バイトリーダーの立ち位。違う、上田さんがいないとジョブを付与できなかったの、そもそも。あ、まあそれはそうだよ。僕体験、あ、エルナはできるよ。体験担当家なのに社員に一言通さないと。担当家なの？はい、初めて聞いたぞ、そんなの。あ、一応バイトリーダーの業務の一環やね、体験を担当するんだから。そうなんだ。もう遅いて遅いて。ね、もう、あ、これ直してあげるよ。
直してあげる。触るな。メカニックだから。盗まれるぞ何かを。盗まれるわ。メカニックなんで直しますよ。それは。そう。これ無免許じゃないですか普通に。まだ運転してないから今これからね、運転して帰っちゃダメですよ。いやでも無理でしょ。こういうのをガン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 取り締まってないと。黒で、そうそうそう、で白市民の前でやることに意味があるんですよ。黒として生きづらいなみたいな。あ、それはい、取って取って取って。まだ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 。切って切って切って。まだ行動に出てないですから。行動出てないからね。いやー、行動には出てるでしょ、動いてんだから。いや出てる。いやほら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 。あなたの判断が遅いからこうなるんですよ。今追っかけますから、ちょっと待っててください、ね。ほら判断が遅いからこうなっちゃうってちょっと。何やってんだ。何やってんだパチオ。今から行くんだよ。ほら。もう追いつけないよ。ああ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 。そう。今で俺怪我したふざけんな。誰じゃ。あ、ホールの人。心はな確かに失ってるかもしれないですね。心を失ってるかもしれない。ええ。なんだおセンチになってんのかてめえ。いやなってないですよ。でやろうな。感情ないですからね。かわいそうな哀れな男だ。やかましいわ。やかましいな。声ちっちゃいな。なんで俺声ちっちゃいの？俺これめっちゃ声でかいんだよ。ちっちゃいよ。多分喉の調子だろうな。喉の調子じゃないわ。喉の位置だろうな。あれでしょ、100円ショップのやつ使ってんでしょ、どうせ。使ってないよ。100円ショップみたいな声してるけど。え、100円ショップの方がマシだよ。100円ショップの声の方がまだマシ。ああ。100円ショップの方が好き。ちょっとずつよくしてるのに。え、何してんの？何して、誰が？お前だよ。僕ですか？フラフラしてますよ、今日は。だろうな。ああ、いつも変わんないですから、フラフラ。え、90、あれ、7、買い殺しされてんの？買い殺しですね。社員がいないときに常駐しろって役分かりっすね。うわー、バイト以下。バイトリーダーですよ。おい、それ JTS にもいるわ、そういうやつ。赤木さんじゃねえか。あ、よく知ってんだ。あいつもバイトリーダーだよ。いや、バイトリーダーって書いてあったから僕も問い詰めましたもん。俺と同じ業務なのかどうか電話で聞きましたわ。そうだったの？全く一緒でした。体験の面倒を見たり、社員がいない時の常駐って言ってて、パシリ、ほぼパシリみたいなもんだよって言って、意気投合しちゃいましたね。へえ、まあ、ちょっとね、JTS には警察借りがあるからあんまり強く言えないな。なるほど。え、てか赤木さんはなんで JTS いるんですか？知らないよ。疲れたんじゃない？疲れたんだ。疲れる。お前と違ってみんな悩んでて。やめて。もうふざけんな、マジで。言い過ぎだよ、さすがに。いや、そんなことあるよ。みんな悩んでんだ。お前悩みあんの？悩みないからな。で、だろうね。はい。悩んだことないでしょ、人生で。あんまり悩んだことないね。何も考えずに生きてきてるだろう。何も考えずに生きてきてる。でもやっぱそれ大事だと思う。傷つかないもん。ああ、まあそれはそう。なんかメンタルとか別にや全然やまないもん。確かに。だからなんか考えすぎなんだよね、多分ね。え、でもさ、はい、だからそうなっちゃったんじゃない？やめろよ。でもメンタル傷ついてさ、その身動き取れなくなって、なんか自由じゃないなって思っちゃうのも切なくない？まあそうね。どっちがいいんだろうね。じゃ中間がいいんだよ。まあそうね、程よく悩みがあるぐらいがね。あのパラメータ、あなた尖ってんのよ。そうね、何も気にしないがもう100で完走して。そうだよ。まあそれはあるかもしれないですね。まあ俺は逆に気にしいだからな。あ、え、そうなの？あ、まあ俺はね、どうだろう。え、でもなんかやむみたいなのなさそうじゃないですか。やむ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 よ。いや、そうなんだ。あの突っ張ってるだけだよ。ああ、虚勢張ってるんだ。言い方ぶかつくな。そうそうそう、突っ張りですよ、突っ張り。あ、そうなんだ。強がってんだ。強がってるよ。いいね。まあでも定期的に粛清すればね、すっきりしますか。まあ、でも最近ではそっち方面はあんまり切れてないかな。へえ。一人で衛星、一人の時雑談で切れてるぐらいで。はいはい。ポストとかしなくなったし、俺。まあ、見られるのも多くなりましたしね。なりますしね。いや、まあまあ、それというか、まあ、とあるやつを見て、俺はちょっとポストするのやめようと思った。あ、そうなんだ。うん。ポスト子孫だから。いや、そうっすよ。まあ、なんもそういうのないよね、全然。なんもつぶやかないっすね。ね、無だよね。無っすね。でも
定期的になんか出かけたとかはつぶやきますけど、あれは拾いがでしょ。いやよ、言ってるよちゃんと。コメダコーヒーを1回を3回に分けるとかやってないんだよ俺。あれまだ行ってんのコメダ。いけるあれでしょ。いや、いけない。最近なくなったんでしょ。そうですね。金銭的余裕がなくなっていけなくなりましたね。やがましいマジで。そうですね、さすがに。俺それずっと2年ぐらいずっと言ってるよ、それのずっと面白い。ずっと腹立つけどね、普通に。ずっとおもろいけどずっと言ってるよね、お金が。ずっとやかましい、マジで。俺が、なんか、モーニング食う金ないから。一品ずつ減ってくんでしょ。そうですね。で、セールの時だけ行くみたいなね。回数券ちゃんと買って。